OK。 はい、ここ、はい、今は少し自分的にもトレーニング成果が出ているところがあるので、まあ、それを少しブルペンの傾斜などを使って確かめたかったのっていうのと、まあ、変化球はまだ全然投げていないので、それから、まあ、今日はキャッチボールでカーブを使って投げていたので、まあ、カーブ、シンカー、スライダーと、まあ、ブルペンでしっかり投げられた状態を完璧まで作りたいなと思います。